But now, because of the current situation we live in, 一泊空けてくるだろうなっていう予想もしています。それができていると、スピーキングをするときにも、ネイティブが使う助動詞や接続詞を抜群のタイミングで使うことができます。英語が聞き取れない。これは私たち全員に共通する悩みだと思います。今日は私たちにとって英語が聞き取りにくい理由と、それを克服するための3つの方法を紹介していきます。まず私たちにとって英語が聞こえない理由は3つあります。1つ目は流れがつかめていない。2つ目は単語が足りていない。そして3つ目は音と単語が結びついていないということです。まず1つ目の流れをつかめていない。これはどういうことかというと、相手の感情やキーポイントとなる言葉を見逃してしまっているので、次に来る言葉を予測できていない状態です。皆さんリスニングをするときに、とにかく一つ一つの単語を追う状態になっていませんか？そうしてしまうと、聞こえた順に日本語で処理をしようとしてしまうので、先が読めないんですね。じゃあどうしたらいいかというと、冒頭の小さなセリフ、そして接続詞をしっかりキャッチしていきましょう。一つ一つの言葉よりも話し手の感情や意図をしっかりキャッチするようにしましょう。例えばこのセリフを聞いてみてください。 I mean, I understand that you are hungry, but that was my cake. っていうか、お腹空いてたのはわかるけど、それ私のケーキだったのに。この文章を聞いた時に流れがつかめていると、まず I mean と来た時点で、あ、なんかためらってるなっていうのがわかります。そしてその後に I understand と来たので、何々はわかっている、だけどが来そうだな、 but が来そうだなっていうのを指します。そしてさらにその後に but that was my cake と言われると、やっぱり but が来た、ちょっと怒ってるなっていうのがわかります。 I mean の他にも最初に使われる言葉として、 look、 でもね、聞いて、Well, absolutely, もちろん、exactly, その通り。このような冒頭の短いセリフで相手の感情を察することができますね。まあこれは短い会話だからそうなるんでしょと思われる方もいると思うんですが、長い文章でも同じです。例えば今から言う文章、ちょっと長いですが聞いてみてください。Before we were able to have meetings in person, but now because of the current situation we live in, and also because we are going to this work from anywhere idea where we don't have to be in the office and we can permanently work from home, I have to constantly stare at my screen.Before we were able to have meetings in person, but now because of the current situation we live in, and also because we are going to this work from anywhere idea where we don't have to be in the office and we can permanently work from home, I have to constantly stare at my screen.はい、今の文章なんですが、わからない単語もあって全然 OK です。大事なのは流れをつかむところなので、今の私の脳内を皆さんにシェアしていきます。 Before we were able to、 ここまで来たところで、前は何々できていたってことは、次は違う逆の話が来るのかなっていうことが予想できます。そしたらその後に But now because of と来たので、この時点ででも何々が原因で、あ、理由が来るのねっていうのがわかります。でその後にもう一個理由が来てますよね。 And also becauseで来たところでまた理由を言ってる。この時点で何々だから、何々だから、だから何々、この結論を頭の中では待っている状態です。でその主語から来る文章っていうのが、いわゆるメインの文章になるので、一泊空けて来るだろうなっていう予想もしています。その中で一泊空けて I have to って来たところで、あ、ここが言いたいところだっていう風にわかります。ちなみに今のキーポイント、このコアになるところだけを日本語で言ってみるとこんな感じになります。前は何々できてたんだけど、今は何々のせいで、あと何々っていう理由もあって何々しないといけないんだ。これが文章の枠組みですね。これが見えるだけでリスニングがすごく楽になります。今の文章では主に before、 now、 because などの単語で予測をすることができたんですが、他にも例えば if we なんとかなんとか、 we will be able to なんとかなんとかなんとか、 even if 何々何々何々、I was going to 何々 but I didn't because 何々っていうような枠組みなど、たくさんたくさんあります。じゃあこんな風に流れをつかむためにはどうしたらいいのか、理解できる内容の動画を何度も見ましょう。
長い動画だと大変なので、5分の動画とか20分の動画でも最初の5分とかに絞って、単語をある程度調べて内容が分かっている状態で何度も何度も聞きます。状況が見て分かる動画っていうのが一番いいです。なぜなら表情や仕草も見えるので、感情と結びつけて言葉を覚えることができるからです。そして2つ目は今お話ししたことの延長線上なんですが、シャドーイングをするということです。シャドーイングはスピーカーが話している音をそのまま真似してかぶせてお話ししていくっていう作業です。これは音のトーンを真似することによって文のリズムや流れを追うことになるので、予測能力のアップにつながります。最初にもお話しした通り、単語一つ一つを追うのではなくって、接続詞や助動詞、つまり感情のキーとなる言葉をしっかりキャッチしていきましょう。そうすることによって話し手が本当に言いたいことを汲み取る力が身につきます。それができているとスピーキングをする時にもネイティブが使う助動詞や接続詞を抜群のタイミングで使うことができます。なんでそれが自然に出てくるのかっていうと、感情と言葉が結びついているからです。あとはシャドーイングをすることによって声の量とか波も真似することができますし、言葉だけじゃなくって表情とかジェスチャーも映ってくると思います。先ほど紹介した because のような接続詞だけではなくって、このような接続詞とかこのような助動詞なども自然に使えるようになるには、今お話ししたプロセスをすることが一番大事だと思います。やっぱりこういう言葉を日本語で理解して頑張って使おうと思ってもなかなか難しいんですが、実際に使われている場面を見ていくとだんだん使えるようになってきます。長くなりましたが、これが私が一番大事だなと思う流れをつかむための方法でした。では今度は聞こえない理由2つ目の単語不足のところですね。これはシンプルに2つ方法があるんですが、1つ目は先ほどお話ししたように動画などを見ながら知らない単語をその都度調べていくということです。で、調べながら必ず発音もチェックするようにしましょう。発音のチェックの仕方についてはこちらの動画で紹介をしています。これをするメリットとしては、調べている単語だけではなくって、その周りの相性がいい単語っていうのも同時に覚えることができます。人が話しているところを見て学んでいくので、その一つの単語だけじゃなくって、その単語を使う時に使う動詞とか周りの言葉も一緒に学ぶことができるので、実践的かなと思います。ただこの方法だけをしていると少し時間がかかってしまうっていうデメリットがあるので、単語帳で単語を覚えることもおすすめです。私自身はどちらもやってきたんですが、日常会話だけで OK だったら日常会話を通して単語を学んでいって、ニュースとかちょっと難しい単語を使っているものも聞き取れるようになりたいっていう場合は、単語帳をすることをおすすめします。英語が聞こえない理由3つ目は、音と単語がマッチしていないっていうことでした。これはですね、3つほどおすすめの方法がありまして、まず1つ目、私自身がやってきたことなんですけど、字幕を見ながら真似をする。もうこれはシャドーイングと同じことなんですけど、これをすることによって、あ、この単語ってこうやって発音するんだ、こことここがつながってるからこういう音になるんだっていうのを、その場面ごとに単語ごとに文章ごとに見ることができるので、そのままスピーキングにもつながります。2つ目は音の連結のルールを知るっていうことです。これは私自身やったことがないので、あまりこうでしたっていう経験を語ることはできないんですけど、どうしてもその法則を知りたいっていう方はネットで調べるとたくさんビデオとか記事が出てくると思うので、そちらを調べてみてください。今のところ私のビデオでは T プラス母音だったらラ行になりますよとか、そのぐらいしかお伝えしてないんですけど、もっともっと細かいルールがあります。3番目は喉を使った発声方法にチャレンジしてみるということです。これは私が過去に何度かコラボレーションをさせていただいている英語喉のカズさんが発見された方法です。私自身もすごいリスニングは苦手だったんですけど、その当時は英語喉のことも知らなかったので、ただ単純にたくさんたくさん英語を聞いて真似していくうちに、その英語の周波数に慣れていったというか、まあ初心者の時に聞こえなかった音がだんだん聞こえるようになってきたっていう感覚はあるんですね。これを短期間で解決するためには、英語喉のカズさんのビデオを見たりとか本を見たりするのがいいと思います。音の連結のルールとかそういうことじゃなくって、英語喉に慣れるとそれが勝手に連結するっていう風にカズさんはおっしゃっています。
では最後にリスニングについて私が一番大事だなと思うマインドセットをシェアして終わろうと思います。それは聞こえなくても大丈夫、聞こえなくても当たり前だっていうことを念頭に入れておくということです。ネイティブスピーカーが言ってる言葉を私たちが知らなかったら、その単語を知らなかったら分からなくて当たり前ですよね。結構皆さん完璧に聞き取ろうとわーってなってる方が多いなと思います。私もトイック満点持ってますけど、聞き取れないこと全然ありますし、単語が分からなかったりスラングが分からなかったりすると、それどういう意味って聞くこと今でもたくさんたくさんあります。なのでクリアに全部聞き取れないのが普通だけど、今日お話しした主にメインでは流れをつかむということをお話ししましたが、それを行っていく、繰り返し継続していくことによって聞き取れる幅がちょっとずつ広がっていくっていう形になるので、そのちょっとレイドバックした考え方も持っておいていただくといいかなと思いました。今日のビデオで出てきたこちらの例文なんですが、こことここ関係詞が入っています。関係詞についてもっとよく知りたい、自分で使えるようになりたいという方は私の動画コースでマスターいただくことができますので、概要欄の方にリンクを貼っておきます。それでは最後まで見てくださってありがとうございました。少しでも役に立っていたら嬉しいです。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイ。